朝が来ましたパさのお礼は後でさせていただきます、ね、昨夜は誰も死にませんでしたよし頑張っちゃうぞ六番のプレイヤーは発言してください、はい、よろしくお願いします、はい、そうですね うん、まあ、進行論というか、持論なんですけど、はい。あのー、村人はね、役をすかさないように発言してほしいね。うん。役職が出るか出ないかっていうのは、役職者に任せるのが一番いいと思っている。うん。結果として、まあ、プ、うん、ループみたいな形になるんだったら、それはそれでいいんだけど、うん、村人は、 自分が役がないのを透かさないように発言してほしいと思ってる、うん。そういう発言をした人は結構人害があるなっていうふうに自分的には思ってるかな、うん。以上です。7番さんどうぞ。はい。じゃあサイクロ位置として6は上げとくね。僕、霊能です。えー、っと、あと、太鼓出たら多分、強靭で見ます。 霊炉、えー、がかけられる場面だと思うし、たぶクマ番さん,ん、それはどこのん部屋なんかな、前、まあまあ、大丈夫なんですけど、えー、っとこの部屋っていうのは、二二進行することが多く、霊能、霊能、占い師、占い師が出ることが多くて、占い師に進路、で、えー、霊能に教まあそれも逆でもあるんですけど、まあ、とりあえず教で、で占い師、進教で見る場合だったら、意外といいえー、グレーに二郎いるかもしれないし、えー、霊能に黒を折った方が いいので、その場合でも霊老らかけるんで、まあ、そういう進行があります例にで、すま,まあ、狩人とかも出た方がいいです、はっきり言って。だって、あなた、村だったらさ、えっ、ー、と、占い師のやつで、城が2つ落ちて、1、2が新郎で占い師出たとして、3、4が城で何もなかった役職。で、5番さんが狩人だった場合、8、9のどちらかに、えっ、ー、と、狂人が人狼あるかもしれないし、霊、え、能、ー、が1人だった場合はね。 例の2人出てた場合だと、あえっ、ー、と、1、2が占い師出て、3、4が白白になって、で、七8が例ので出た場合、5がね、狩人う出た場合だと、あなたのグレー1って9だけになるんだよ。じゃあ、9釣っとって、次、占い師にクロス占い師したら、ほとんどの結果が出るなよ。だから、それが分かってないから、6番さんサイコロね、言っとくわ、それだけ。ただ、僕、例のです。対抗出たら、そっちから釣ってください。え、でも僕はグレー釣りしたいですけどね。とりあえず、占い師って出てきてからでしょ。はい、以上。 8番のプレイヤーは発言してください。うん、なるほどね。七葉さん分かりやすく説明ありがとうございます。六葉さん、なんか分かんないな。村人は役をつかすなって。うん、違う村だったのかな違う村って色々部屋あるじゃないですか。分かんないですけど。あの、うん、なんか、ね、色々あるやん。うん。七葉さんの印象は、いい。死なのかなうん、俺例の別に決め打ちでもいいですけどね。 安全進行でドラしてもいいですけど、任せます。以上 !9 番のプレイヤーは発言してください。俺は漆黒の暗殺者。<ス>7番が例の、うん、8番3っていうのは何もう対抗出る前提で話してるけど、ねえ、いや出るかわかんないのに、もう決め打ちとか言ってるのがわかんないですね。うん 6番さんに関してはまあ、まあ、6番さんは持論って言ったんで別に、6番さんは潜伏して欲しい派だったんじゃないですかねって感じなんで。うん。僕は6、8で言ったら8の方が怪しいかなって思いました。うん。7番さんの例のに関してはまあ対抗を出てから決めたい、行きたいかなっていう感じ。まあ占い師まだ出てないんでわかんないですけどね。うん、って感じですかね。1番。 のプレイヤーはは発言してください、はいおはようございます私霊能者です霊能者霊能者ねということで7番さんが対抗です6番さんに関して6番さんに関してはまあ他の方も言ってくださってるけど他の村やってきたのかなって感じですねそしてあの役職持ちにあの出方を任せたいっていうのはね割と自分が役職持ってないっていうのをす,すかせてるもう飛躍をすかせてるみたいなもんなんで、まあ、カリードは3人展開にならない 限りはもう出ちゃっていいかなと思います。6番さんが飛躍使用しちゃってるからね。っていうところですね。うん。で、8番さんに関しては、えー、例のは決め打ちでもいい。もし、決め打ちできる要素を持ってた段階でそれを言うんだったら分かるけど、なぜこのタイミングで決め打ちでいいと言い切れるのかよく分からない。が、黒い要素ではない。けどよく分かんないって感じ。9番さんは一応8番さんに突っ込めったから印象はいいかな。っていうところで。8、6、9の順化か,かな。黒い順は。 2番のプレイヤーは発言してください。まあ、さいそうだね、まあ、7の方が新っぽくは見えるんだけど、まあ、2周目もう1回かなと思ってる。7、1に関してはね。6番に関しては、えー、役をすかすようなことをしたやつは人狼人屋っぽく見える。普通にめっちゃ怪しいなと思いました。で8番さんに関しては 結局、6番さんをどう、どう思ってるのかなっていうところをもう少し聞きたかったな。そこら辺の発言が弱かった。九9番さんはそこをしっかりしてき、8番さんに和歌を感じ取っていたというところで、グレースケール的にはそうだな。9が一番、まあまだ怪しくはない。6、8が怪しいなと思った。ただ、9番さんが6に対しての意見は、僕とは違うんですが、うん、そうだな。違うけれども、9番さんに関しては、うん、人影の,の違いというより村の意見の違いかなという感触を受けました。えー、そのところです。3番。 占い師ですね、6番さんが白と出てます、6番さんが白ですね。<白>でえー、とグレーに関して、まず今日の進行論としては、まあ、このまま俺が、えー、占い師一人で確定したのであれば、普通にグレーから言ってほしいですねで、えーと。仮にですよ、もし仮に占い師がじゃあ2人いないし3人等々出た場合には、えー、占いから行くか、えー、あるいは霊能から行くかっていうのは、それぞれの個々の発言を聞いて判断すべきだなと思ってますかね。うん 発言を聞いて、霊能の方に人狼がいるのであれば、えー、異想であれば霊能から行くし、えー、占いに人狼要素を感じたのであれば占いから行くってうそういう進行論でどうでしょうかというのを裏に落としておきますっていうところですかね。で、えっ、ー、と、グレーの中で明確に怪しいと思っているのは2番さんですね。2番さんに関しては、まあ、当然のことながら、えっ、ー、と、なんか、銀杏1、6、8あたり叩いてたんですけど、うん、全然色落ちてないんですよ、この現状。そういった意味でも、1番さも目線がおかしいんですよね。みんなそれぞれ。 役が出てほとんど出ていない段階で、まあ、進行論に近いことを言っていたに過ぎないのに対して、そこに関してこう無理やり例えば、えー、3人順位付けで色を落とそうっていうのは、全然村目線に見えないんですよね。全然まだ2周目次第っていう状況ですね。無理やり色落とすのを村目と取る,、えー、る考え方もあるけれども、なんていうんだろうな、それ、今の村と <laughs> 色の落とし方、どうしても人外要素を感じたというところで、現状、えー、若干人間のニバーさん、ね、が一番怪しいと思ってますねってところですかね。 で一番万んに関しては、えっ、ー、と、偽だったら人狼かなって気はしていますね。まず出るのが圧倒的に遅いというのと、あと、あの時点で、えっと、順位付け、えっ、ー、と、8、6、9の順で上げられるのは、正直、色が見えてるようにしか思えない。一番万んが人狼だったら、相方は9番さんなのかなと思ってしまったぐらいっていうところですかね。えー、とりあえず、そんな感じで、以上です単音。あなたも占いでるの遅いじゃないですか。4番のプレイヤーは、発言してください。いさいわあいっぱい突っ込みたいとこあるわ。3番さん残念。 囲えてないよ、えー。自分が真の占い師です。ランダム白で6番さん白です。なので、<laughs> まあ5番さんが出るかもしれないけど、一応6番さん白角ね。村目線。私目線も白角なんだけど。で、えっ、ー、と、みんな、あの6番さんの発言よくわかってない人多いね。えー まあ、役職をすかしたっていうふうに、一番さん飛躍でって言ったけど、そうは思わないでしょ。普通に考えてっていうところがまず一つ。あと、うん、えー、全然、六番さんの役はあると思うよ。で、もう一つあるのが、すむらを自分ですかさないっていうのは、要はそこで、狼がすむらって言ったら違うとこ噛まれるでしょ。その人は生き残るけど、違う役職が噛まれる確率が高いよっていうところです。えー、で、しかも一番さんを狼で見てるっていうさんまさんの視点もよくわからない。私は三番,番を狼で見ています。まあ、狩りは任せるけど、俺目線が 自分から言うと出て欲しいね。やっぱりええー、と役持ちでもいいからみんな出て欲しいと思ってる。5番のプレイヤーは発言してください。うん、はい、おはようございます。村人しんです。占い師さん2人ということなので、6番さんは隠し子で。とりあえず隠し子1人作れて。うん、まあ良かったんじゃないかなって思います。か？こいが一番面倒くさいからねで。 今日は、グレ、グレランでいいんじゃないですかね。なので、8、9、2番さんかな。私、6番さんの発言何も怪しいと思わなかったんだけどな。うん、7番さんはまあ、わかんないけどね。本当に進化。まあ、役持ってたり、黒人間だったりしたら、まあ、強気な発言するのはわかる。 <laughs> でもそこに乗っかった8番さんはよくわかんないかな。だから9番さんはルが別に黒くないって言ってたところは私はやっぱり9番さんは共通リーチから外したいなと思ってる、うん。強気なところに乗っかるのが人狼だと思ってるから私は1番8番さんが黒いかなって思ってます。グレラ,ングレランきついんじゃないかな。6番のプレイヤーは発言してください。い白ありがとうございます。<laughs> そうですね。 うん、あー占いが進路だったら、四番さんの方がローブやったいいと思うんだけど、新境、うん、だったら四番さんがまっとつしんだよって感じなので。うん、あーん。で、3話の先で気になったのが、<laughs> 1位が出てくるのが遅いって言ってたけど、普通にチャット CEO 初日ダメだからね、そのハクボレラを、うんうん、遅いってどういうことっていうふうに思ったから。うねうん、あで、いい自分の初日の初週の発言は、うん、役が出るか出ないかは役職者に任せてほしいっていう言い方したんだよね。これで自分から飛躍だと思う。うん

普通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 うん2番さんが一番その位置だけどやっぱり色は見えなかったんだよねグレーだったら2番さんの発言2周目かなり位でかな。かな1番だったら2周目あるけど1から行きたいかなという印象ですか、ね、以上ですてあああああどうですああ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 あいああ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  一番さんになんかそのルームマスターの人に決めてほしいんだけどちょっと言葉汚いこと言ってしまうかもしれんけどほとんどの人の考察がクソ以外だと思ってます。<laughs> えっと、まず一番怪しいとこ言うとすれば5、次に2、で次に ああ、まあ、9か。8かな。まあ、8も意味わからんこと。全員 U は一応意味わからんかってこと。8は例の決め打ちしていいって言ったけど、絶対そんなもんできないはず、グレー例のローラーかけ取って途中で止めるなんか意味がわからへんから、それ言った意味を教えて。9番はなんか6を村で見た理由をちょっと教えてな。何も理由言ってないし。あと5番の目線ってさ、えグレー詰めするか、例のローラーするのかってどっちかはっきり言った。 ほうがいいし、霊能にローが出てるのか、霊能に今日が出てるのか、占い師にローが出てるのか、占い師に今日が出てるのかってどういう目線でしてるのかも言わなきゃダメそうじゃなきゃグレーズリーの意味がないし、5番の目線っていうのはカリウドは絶対出さなきゃダメなぜかっていうと、あなた目線って6が隠しローだった場合って、2がカリウドだった場合、8、九のどちらが人狼な。じゃあカリウド出てあげろよ。<laughs> じゃあね。多分分かってなかったと思うからいいねんけど。 じゃあね、グレー詰めっていうのは、だからクが言ったけど、カリウド出なかった場合だと、人狼とカリウドが残ってる状態で考察するかもしれないから、絶対出てほ出て欲しいはずなんだよ、クっていうのは。じゃなきゃ考察じゃないじゃん。カリウドもおんのうにカリウドつってもいいってことになるから、潜伏してもらっとったらね。任せますじゃなくて、グレーだったら絶対に出てほしいはずだよ。だから位置もそれを分かってるから、ク番さん怪しんでるっていうこと言ったから、フラットで見てあげてほしい。まあ、単純に一例ノローラーいくやって位からでもいいと思うけど、 村からしたらグレーからでもいいっていう話やで。なぜかっていうと9が村だった場合2、8のどっちかに人狼っていう目線があるか、もう囲いがないからもうそれしかないねんけど。そういうこと言ってないけど、ちょっとみんな大丈夫かなっていう感じ。例の行くなら1から言ってほしい。グレーなら2かなじゃあ。8番のプレイヤーは発言してください。さいうーん。この時点で、 9番か2番が黒なんですよ。それ3、4の中に偽物がいて、1、7中に偽物。ってなってきたときに、これどっち、どっち、どっちの方が強いのわかんないんだけど、普通に。霊能ローラーでいいの霊能ローラ行くか、これどっちがいいんだろうとりあえず2番か9番。でも7番が黒だったら2番を押してるから違うんですよ。2、7じゃないですよ。じゃあ7、9もあんの ぶっちゃけわかんないからね。2番か9番どっちか狼っていうのを、あ、狼、あ、でも狂人もあんのか。でもそう、ほぼほぼないよね。1734で狼狼出てんのってあ。あんま聞いてなかったなうん。チャトシオありなんだっていうぐらいだったらね。ごまさかりうど出てたけど。ああ。 なんか2番と9番どっちか来るか分かんないから普通に17でまあ順番どっちでもいいけど、ロラしてまあ占い師3か4がまあ一緒のところになった方がいいんじゃない隠しのまた作った方がいいんじゃないそっちの方が強いでしょそうなったら 2V1 で当たるかっていう感じだからね。うん。占い師噛まれたら えー、占い師に狂人がいるか狼がいるかっていうのはそういうところで見ていけばいいんじゃないかなと思うから、とりあえず、17、1の話聞いて、まあ完成したいと思います。急にわかんないんで、以上。9番のプレイヤーは発言してください俺は、漆黒の暗殺者。俺は今日8に行きたいかなって思う。まあ理由としてね。 8番さん1周目で7番さんシーン決め打つみたいなこと言ってたのに、なぜか2周目の考察では7番さん狼軸みたいな感じで考えてるでしょ。7番さんどっか黒いところがあったのであれば言ってほしかったのに、でも霊ローラで行くなら1からみたいな、なんかちょっとごちゃごちゃしてんね八8番さんっていうのは、うん。黒いなって思っちゃいましたね。うん。霊能に関してはちょっとわからない。どっちがシーン。 狼、狂人。ちょっとわかんないんだけど、占いに関してはちょっと4番さんに怪しい発言がありました。4番さんは3番さん残念、囲えてないよって言ってるけど、3番さん狼かなって言ってましたね。ちょっとそこがちょっと4番さんの怪しいポイントかなって思いました。僕は今日8番さん投票します。1番のプレイヤーは発言してください。 いや確かにな。確かに。残念確保を得てないは確かに狂人の話だな。っていうところで6番さん推理は外れてるのかなって今、パッと聞いて思いました。うん。ただ、3番さんがね、やたら私の CM を下げてきたのがよくわからないですね。無理やり色をつけてたっていうけど、まあ、私、プレイスタイルの違いかな。よくわかんないですけど、まあ、無理やり僕は黒目をしっかり上げて、その人の反応どうかっていうのを見るっていうプレイスタイルだから、そこは違うのかなと思った。で、他の人も指摘してくれてたけど、あ 私が出るのが圧倒的に遅かったから、新名がないって言ってたのもよくわかんないし、3番さんは、えっと、7番さんの話聞いてたかな。7番さんは6番さんのこと圧倒的に黒いって言ったんだよ、一番最初に。で、無理やり色つけてるのは7番さんの方じゃないって思った。うん。で、この状態フラットに見てくれてるのは9番ーんだけかな、うん。7番さんが新名の理由をよく教えてほしいかな。うん。 そうだな。7番、で、えっと、7番さんのことは強人に見てます。理由としては、えー、太鼓は出たら強人って真っ先に、先に出たにもかかわらず言ったところ。それから、まあ、今の話聞いてても、あれ、レイロラに持っていきたいのかなって,っていうところかな。うん。と、あとね、色が見えてない感じがするかな。2番さんを行きたいっていうのはちょっと納得できなかった。うん。 7番さんの話的には、なんか、8番さんがサイクルなのかなって思った。けど、そこを避けたらあたり、やっぱ強人で、狼の位置が分かんないのかなって思った。かな。だから現状7番さんのことは強人で見てて、8番さんが、ーそうだなぁ。まあ、7番さんを強軸で考えた場合は、8番さん狼。あ、3番さん狼、4番さん真かなって思ってる。うーんで、 まあ4番3シーんだから囲えてませんでしたってパッて出たっていうのもわかるしね、うん。今日はレイロラでいいんじゃない ?3 分の1当てるうーん、難しい気がするけどね。レイロラの方がいいと思います。7番さんから行きたい。2> 2番 グレーリスキーで決め打ちになるんで確実に知人が0ロラ1択です7、えー、番さんに関しては最初5番さんの話に行き、えー、2番は僕以外の話に行き最後の最後になって僕が怪しい理由を全く言わずに、えー、リスキーなー、えー、グレー釣りでもありにもかからず僕って言ったんですよ7番さん7、ね、番さんは僕の怪しい理由つ釣りでは全く言わないですよねすげえしんぶ下がりました3、えー、番さん、えー、と殴り返すようで、えー、と申し訳ないというか、まあ、そういうゲームなんですが3番さんは僕に対して色付けをするのが 早いから怪しいと言いました。僕の発言というのはあの時点では68が怪しい、9は68よりは怪しくない。えー、この発言を否定するんであれば、俺は一体この人狼殺というゲームにおいて俺は一体何をすればいいんですか？うん。サさん一体僕に何を要求してるんですか、えー、？6番8番9番全部怪しい。ここ怪しい怪しくないけど、えー、全部フィフティフィフティです。えー、人外村とちまります。えー、全部フィフティフィフティです。え基盤をフィフティフィフティです。<laughs> そんな発言を一体誰が要求するんですか？怪しいところを黒いと言って、えー、考察していくのがこの人狼というゲームであるはずです。俺サマさもないなと思ってます。レイロアで7から行きます以上です。う番。 反応を見たかった。それ以外に理由ってありますか人狼ゲームでこうやって誰かに無理やり黒塗りをして反応を見る、まさに二番さんがやったことを俺は実践してるんですけどね。二 <laughs> <や>番さんをそれで若干俺を怪しく見た、これでどんどん盤面が動いていくじゃないですか。<laughs> <や>俺は二番さんにはしろく見てるってこと、ね。てれは。で、すかね四番さんの出現を拾ってくれませんか、誰も。 一番さんはそれでも四番さんを信用するのか、真理見るのかって言ったけど、あって発言をしてたけど、四番さんはだから、まず俺を強と見たんですよ。6に白出して、囲えなかったんじゃないか。で、その後に何の理屈もなく俺がローって言ったって、これは自分が、えー、ローなのを示してるんじゃないんですかねってところ言いたいんですけどね。つい出たのったんは何で,でしょう反応見たか,たなから。矛盾してるんですよ、それは。で、新要素じゃなくて、それは矛盾で、えー、っと、完全に出現ですってところですかね。今日の釣り1は七番さんでいいと思ってますかね。 まずこの場面、グレーズリはあり得ない。グレーズリに行く人であれば、3分の1なのかで明確に黒い人が見えてるのであれば、グレーでいいけれども、3分の1は2分の1を選ぶべきでしょうっていうところですかね。その点9番さんに関しても俺番、俺、うん、9番さんは2番さんの白要素を上げずに8番さんに行きたいって言ったから、現状グレーズリを最初に押してきた9番さんがサイクロっていうところですかね。1番さんに答えると、なんだっけ、 えっと、ロケット CEO、うんたらかんたらって話はしてたけれども、あ、そうか。一番んは7が6に黒塗りでうんたらかんたらって言ったけど、7番んの6への黒塗りは完全にあれ、雑なりだと俺解釈してたんですけどね。それに対して一番さんは689にしっかりと発言を拾った上で、えっ、ー、と、白黒を上げてた。一番さんと7番んは全然スタンスが違うから、そこを同列に並べて比較して、7番んも同じことやってただろうっていうのは、ちょっと理屈としておかしいんじゃないかっていうのは一番さんに答えておきます。ただ、この場面上一番さんの方が新面に見えてるってこところですね。グレーツリーを押さなかったことから。 って感じ二2番さんも同様の進行論を進めたことから、二番さんの黒もなかなか見づらいってことで、ううと現状どうですかね ?4 番さんと9番さんのペアで見てますけど、いかがでしょうか ?4 番さんの黒目で見てるは、六番さんに色をしけられなっ,、ね、られったら、もう、2番さんの言いとりで、今日は7番さんでいいと思ってます。七番さんの指名はほぼないと思ってる。るてあそこでグレーズリを押した。明確に黒い人がいないのに関わらず。雑なぐりで色つけて、あの、色が見えてるんだったら、まだ分かる発言してくれ何を求めてる、はい、?3 番さんの言ってることは、全然よく分からなかったです。私は <laughs>。うん。うん 何、えー、俺の、俺が真の占いなんで、三番さん囲えてませんよ、と。はい。で、えー、普通に考えて、占いに真、狼が、えー、振で出てくる可能性が高いというところから、三番さんを狼で見てますよ、というところです。しかも三番さん、一番さんを狼で見るっていう発言はどこに行ったんですか 7番さんから釣るんですか、うん、一番狼で見てたんじゃないんでしょうか、えー、グレー釣りから行くのが黒いと言いました、えー。7番さんは何で見てますか ?3 番さん。狼で見てるんですか僕は狂人で見てます。はい。なので、えー、しかも、えー、明確な黒い血がない。 9番さんが白いというのが明確に分かっているというふうに俺は感じている。ということは8-2のンで言っていいと思っている。俺は8でいいと思っている。1番さんが言っているのは非常にまとえていると俺は感じている。うん、なので俺は8番,から8番さんからつっってたいと思います。5番のプレイヤーは発言してください。まあでも、八番さん黒いもんな。えー え、グレーだったら圧倒的に八番さんが黒いんですけど、正直3分の1より2分のの方がいいのかなって思ってます。カリード出た方が良かったですよね。ごめんなさい。なんか、潜伏、ありなのかなって思っちゃった。<ー>すいません。で、7番さんと1番さん新規については私は全然ついてないです。みんなが頭が良すぎて全然ついてきてない。ごめんなさい。で、うん、私は今日は、うん、まあ、うん、ですよね。 ちょっと私が言うと誘導になりそうなんで、どっちに入れるかは言わないですけど、レノさんのどちらかから入れて、私は完水は必ずしてほしいなって思ってます。うん、まあ多分私は明日噛まれるんですけど、皆さん頭をすぎてついていけないんで噛まれる方が良かったかなって思ってます。申し訳ないです。7番さんは8番さん入れさてください。ありえんオラじゃないべ。 うん、7番のプレイヤーが選ばれました。1>, 1番に3票も入ったんだ。5、6、8。7番のプレイヤーは発言してくれ。あ、無名は別に。なんか考察しなさすぎじゃない ?2 番にしてもそうだけど。俺、ちゃんと言ったよ。2番考察してねえもん。あなた目線っていうのは2分1なんだよ。 霊能も二分一。で、ええ、グレーも二分一じゃんか。<laughs> や、だから、九村で見るんだったら八しかなくねえ、どういう考察してんのマジで。違う、マジ意味わからないけど、説明してくれ。三も二の言ってることと全く一緒って言って、二も村で見てんのどういうこと <laughs> 絶対村で見、<laughs> え、グレーって絶対村で見んのどういう考察してんのマジで考察じゃないよ。それ雑なんやね、マジで。<laughs> だからアンティトならレイドラしたらいいんだいって言っただけ。<laughs> 俺目線っていうのは別に黒とれたら、だって相手強人で見てるから白がくなったら、レイノ結果黒って言ったら、ああ、こいつ黒だしよったっていうだけの話になるし、白が俺がレイノで色見れるからね。別に白がくなったらそれ人白がくなるし。別にグレーからでいいよ、レイノは別にどう。誰の目線の誰の話してんの <laughs> 俺をローで見てんのに、考察じゃねえよ、ニノは。マジで、9もやけど。9も考察じゃなくない。 8食ろうと思ってんだったら8入れたらいいんじゃない ?9 ってどこ入れたの <laughs> なんなんグレー考察してないやん、結局。だって鈍分字だよ。はっきり言って2番目線っていうのは8、9のどっちか。で、俺が怪しく思った理由が意味がわからへんし、考察じゃねえよ、マジで言っとくとしたら。みんなちゃんとやろう、本当に。アドバイスとして。だから2番目線も9、8のどっちかで、 白角できるか白角できた場合だったら、もうほぼその9がね、残っとった9が黒っていうことを言えるから、別にグレー済みでもいいんだよ。<laughs> うどう見てんのかなグレーの人らどう見てんのかなっていう感じ。でも、いちゃんさんの意見はわかるよ、普通に。で,でも、この。<laughs> 夜が来ました。目を閉じてください。今朝選ばれた目を開けて裏付けでした。うん 记录。 差が来ました。昨夜死んだのは五番、六番のプレイヤーは発言してください。七白。あ、ああそうか七白で。ナナ 四番さんあ四番さんは八白で三番さんは9白うんうん4番さんはグレーか。 まあ、グレースバフェレバで、ね、人類を連れたら、もう、役職出てる人通りしかいないってなるから、それはわからなくはないんだけど、わからなくはないんだけど、えー、占いのなんか、新郎新郎で出てる場面だったら、全然占いからグレー行こうっていう発言出るかな、 っていう風にはちょっと感じちゃったから、4番3。あまあ、4番3の8占いは、まあそうだよね。入れてるからね。3番3の9占い。ーんー、んー、んうんうんー、んー、んー、んんー、ん ーブレー8代代か、9、かカンベレは2だっけ。まあでも今日はどっちかっていうと1ならでいいと1の方がついたかったから1番差いきます。8番。のプレイヤーは発言してください。まあ、まあ、今日とりあえず1行きます。だからなんか占い位置一緒にしてつったじゃん。隠しと作った方が強くね。まあ昨日言ったんだけど。 俺、一番さんのこと偽に思ってるから、巨人かな一番さん巨人っぽいね。なぜかというと、まあ、グレー1、89に、まあ、789の流れでグレー1をしてたんだけど、まあ、一番さんが俺のこと黒い、狼だと、ご主人だと思って、後<ろ>まあ、8にいたらやばいみたいな感じで、7をしたようにしか見えなかった。うん。俺普通にスムラの村人ですよ。それで、 まあ、一番さん狂人で七んで、四狼の三んで見てます、今。うん。ナンバーさんが狼であったら、九番狼かなと思ったんですけどね。一番さんが七汁出したから、狂人では思えないかなと思ってます。一番入れます。九番のプレイヤーは発言してください。俺は、漆黒の暗殺者。 一番さん強陣で見るのか、八番さん。一番さん強にだったら俺7に黒とか出すんじゃないかなって思うんだけど。人狼にアピールできるからね。うん、そこで、うん、やっぱ八番さん視点が合わないかなって思っちゃうんだけど俺。昨日八番に行こうと思ってたんだけど、俺3、4で見て4の方がちょっと偽目に感じたから、その4が8に行くって言って、うん、違うのかなって思ったね。うん。 だからまあ7に変えたんだけどで4は8に白なんだって思ったね4が狼だったら8に黒出すのかなって思ってたんやけどどうしようかな今日はうんどうしようかなまあ安定だったらもちろん1なんだけどまあ1の発言も聞いてくるでも1ずり安定だよな 1>, <laughs> 1目線34に狼が出てるっていう話になるわけだけどうん2番3か カングレは2番ってことか。4信だったらもう2番しかないってことだよね。うん。ただ一番狼の可能性もあるけどね。八幡さんはそれをまるで追わないんだよなぁ。う,ん,うん。なんか八幡さんって万面見えてるよね、やっぱり。うん。わかるなぁ、それも。今日一通ってって感じでいいのかなぁ。 うん。ちょ、発言聞かないと分かんないな。グレーだとでも断然8が怪しいから4の2戦目がどんどん上がってくるから俺も。なんなら今日8とかでもいい,い,い気がするんだけどな。ダメなのかなこれ。うん。ちょっと2番3の意見も聞きたいな。1番のプレイヤーは発言してください。 はい、まず村視点として7番さんに触れるメリットないので、私が代わりに触れておきます。7番さんに関して言ってることは確かにわかる。うん、とってもわかる。すごいやりせない感じなのはわかる。が、がね、えっと、遺言で、その、村の考察、そのグレーの人が考察できてないって言ってたけど、だったら、だったら8投票ないでしょ。 うん、どうやって精査つきたんですかね。7番さんは2番さんに入れるって言っといて、で2番さんにそ指摘されて8番さんに投票した。もうこれは絶対7、8で投票が固まりそうだったから、自分が釣られたくなかったから8番さんに入れたようにしか見えない。うん。で、私の指摘合ってると思ってたから8番さんと、あの、8番さんに入れたとしか思えないっていうところね。うん。グレーの人が考察できてないんだったら、だったらなおさら僕に入れた方がいいでしょ、それだったら。 それだったら例のローラー入れた方がいいでしょっていうところだよね、うん。っていうところで私のシーンを決め打ってほしいところだが、うーん、その場合どうしようかね。まあでも安定はね、私釣りだね。うーん、どうしようかな。三番さんに関して、三番さんに関しては、えっと、まずちょっと一瞬触れられなかったんだけど、占いに狼がいると思うんだったら占いを釣るべきって言ったんだよね。これはおかしい。 占いに狼がいるんだったらグレーを詰めるって話が出てもいいと思う。うん。占いずれはない。LINE も見れるからね。で、2番さんに言ったのは反応を見たかったって言ったけど、いや、無理があるでしょ。<laughs> もう完全に後付けでしょ。で、反応を見た結果どこだったのその結果も言わなかった。ってとこから単体で見てで、3番さんの2戦目が圧倒的に高いことから、でもそれだったらき、き、きああ、いや、迷うね。 単体で見るとね、3、8なんだけど、それだとおかしいんだよな。2>, 2番。いや、まあのプレイヤーは、ちょっと辛い方がいい発言発言してください、えー、レイロラ完遂で1番からいきます。九、えー、9番さん、8番さんの話を何かしら解釈していたようですか、うん、僕は8番さんが言ってることが、特にレイロラに関しての考察が全く意味がわかりません。普通に黒いなと思ってます。うん、で、あと7番さんにお答えすると、あれは僕はレイロラが、 この状況でレイロラが勝利だと思っています。プラス、僕目線8級どっちかどうのコうのっていうのはえ、それはグレー視点でしかないんですよ、7番さん。それはグレー視点での話であって、村全体としてはグレー釣りは確率が低いので、レイロラが安定であるとえ。そういう進行だと思っております。えなので、グレー釣りである8級で、俺が8級に関して精査を落として落として、8級どっちかを釣り押すというのは完全にセルフしな行為であり、村全体の総意ではないと思いました。え7番さんはなんか、司法的なところを間違えているか、もしくはちょっとずっと笑ってたんで薬やってるのかなと思いました。まあ、今日は安定で一釣り。で、グレーだったが怪しい。 から4が怪しいという状況です。サヨに関しては、サヨナさん、雑殴りっていうのは無理がある気もするし、4番もね、3割ってこと全然わかんないっていう感じが、どっちかわかんないなと思っていましたが、8がすごい怪しいと思ってるんで、今のところサヨナだったら4の方が怪しいと思ってます。1ずりです。3番のプレイヤーは、発言してください。まあ1番さんですね、今日は。えー、と1番3はなんか必要に俺の偽要素ばっかり拾うけど、4番さんの偽要素も満載にあったと思うんですけどね。4番さんは昨日、なんだっけ、えっ、ー、と、まずグレー、絶対グレー釣りだって言って、8番差入れたんですよ。 四馬さん今、八、白を主張してるんですけど、これ八がもし本当に村人だったら四馬さんほぼ、ほぼやばい盤面なのに、それをね、押せるのはおかしいんですよね。一万さんそういうとこを拾ってほしい。あと一周目に関して言ったけど、だから言ったらいんですか、三馬さん、六馬さん、囲えなかったねっていうのは、それは占いを相方、対抗を人狼で見てる発言じゃないんですよ、それは。っていうところ。なんか一万さん、ちょっとフェアじゃないと思いますちゃんと四馬さん、一万さんがもし真なのであればですよ。であれば、四馬さんの偽要素もちゃんと拾って村に落としてくれないと、この村が混乱するじゃないですかってとこですかね。 で、8番さんと俺目線は、えっ、ー、と、4番さんが黒だともし仮定した場合に、えっ、ー、と、番さん、えー、4番さんのやり方は8かになんだけれども、8番さんが今、えー、明確に俺の方を若干信用りって言ったのは、8番さんの唯一のめちゃくちゃ白要素だと思ってますね。これで突然8番さんがいきなり、あ、押して、あれを明日2 0に見てるとかで言い出したら、ちょっとそれは全く納得できないけれども、8番さんはめちゃくちゃ俺目線はそれは白くなりました。っていうところかな。2番さんに関しては、そうですね、8番さん、最後になんか若干俺の偽0を下げた発言は気になったけど、2番さんの昨日の反応は白いと思った。 一さんに関して昨日なんか俺が二さんの反応結果,の結果見なかったじゃないかって俺二さん結局あれは白目って言いましたけどね。黒位置ないじゃん、あなた。なぜなら二さんは俺に若干雑な殴りをされたにも関わらず、あそこでテンパって八さんずりを押さずに、村目線、安定の七さんずりを押したからっていう、そういうとこですね。えという感じ。今日は確実に村目線、俺は当然四んを釣ってほしいんですけど、村目線当然それは飲めないと思うので、一さんに行ってください。 なんで占い,、えー、占いのオみたいなたら占いに釣りあなしじゃないかみたいな一番さん言ってたけど村目線それはありなんじゃないんですかねやっぱり3分の1で黒当てるよりは2分の1に行きたいっていうのが村目線だと思ってそういう発言をしてそれは偽要素として捉えないでほしいってところですかね以上です4番のプレイヤーは発言してくださいだから3分の1じゃないんだってばそれは俺たちは3分の1になるけどね、うん、8番さんごめんでもねな分の言わ当てるところに あなた、白なんだよ。白で出ちゃったから、俺の締めが下がってんだよ。一番さん、頼むよ。えっ、ー、と、一番さん、すごく締め高いと俺は思っているよ。うん、ただ、えー、俺はね、うん、急にどっちかなんだけど、じゃあ、一番さんを釣らずにどっちかを追って話になった時に、村目線、8釣りになるでしょ ?8 白はもう出てるの。あ今日は8釣りがいいです、ね、から もらうしか今回はないと思っている。申し訳ない、一番さんっていうところ。まあ、俺目線、一番さんが真であるっていう確証はないからね。だから、一番さん釣るんだけど、あとは急に、どっちかだねというふうには思っている。んで、気になるのが、6番なんだよね。なんで、新々、あ、老老で追うのと思って、そんなレアケース追ってどうするんだと思って。投票を始めてください。一子票で3人入れてこうかな。 意思表示三人。あまあ今日一釣りじゃないで。一番。のプレイヤーが選ばれました。一番。のプレイヤーは発言してください。いや今日はね、まあちょっと遠回しに言いましたけど、いや私ずりがね、やっぱいいと思う、私目線でも。うん、っていうのは。 3番さんの弾き聞きました ?3 番さんは8番さんのこと白いと思ったって言って、その後2番さんは白いって言ったんですよ。3番さん目線、狼どこなんですか狼いますよねいないんですか狼。いやー、3番さんの方がね、圧倒的に攻めなんだけどなーでも、8球だと8番さんの方が黒いってとこね。まあ2番さんも言ってくれてたけど。まあ明日の結果したいかなってとこですね。うん。 で、えっ、ー、と、投票に関しては椅子表示で、これ覚えておいてほしい。3番さんは8番さんも2番さんも白いと言った。これ覚えておいてほしい、うん。で、9番さんに白出しといて、2、8どっちか狼のはずなのに、どっちらも白いと言った。これ覚えておいてほしいから3番さんに投票しました。うん、今日は位置づりで良かったと思います。で、8番さんに関しては、角白を作った方が絶対良かったよとか言ってましたけど、あなた1日目、サイクロイチ言ってましたかねグレーの。うん 絶対この人占ってほしい。もう、俺はここ占、占わないともう絶対に、絶対にもう切れるみたいなことを言ってたら、まだ分かりました。が、今日になって急に隠し道作った方がよかったよっていうのもね、強く分かんない。えー。これどう、どうするかね、これね。まあターの占いでしっかり、どことどこが狼かっていうのをちゃんと整理してほしいから、特に6番さん。 ちょっと追いつけてない印象あるからどことどこが狼になるのかっていうちゃんと把握して1周目から発言拾ってほしいかなかなあとなんか残せるかな、まあ占いに狼いるなら占いから行くっていうのはね絶対ないですねうんそれはなしそれサンバさんに言っとくいや三の二世2目高いなそっち軸で考えた方がいいかな三二世夜が来ました目を閉じてください まあ特にこの盤面は安定進行した方がいいですねどっちが真偽なのか全く分かんないから黒が出てるならまだいいんですけどあ左上書いてるのは僕ですねこれメモでみんなに見えるようにメモ書いてる本当はね手書き方も一番いいんですよねチャット打つの遅いからいやーこれはさすがに僕真偽目打ったところでって感じですよね いや、でも、どうかなニッツリとか押した方がよかったのかないや、村にせんあでもそっか、でもグレー、詰めた方が良かったのかな昨夜死んだのは、六番。まあでも、この占い結果聞きたいしな。八番。 のプレイヤーは発言してくださいああ、やっとだよ。結局まあ9番黒か。んかうん。まあ9番黒だったら3番黒だな。やっぱお前怪しかったもんな。やっぱな。いや、言ってたか、うん、なんか、ちょこちょこなんか、四国の暗殺者って言うしな。<laughs> いや、になってないじゃん。えーっとね、やっぱ9番だよねで。3番が俺に黒出したでしょ。2番さん隠しろ。 うん、とりあえず7番さんは真か狂人だと思って、俺は、うん、やっぱり真だと思ってる。7番さんは、うん。まあ、狂人で2押さないでしょ。そうなるのかな。7番さんが狂人だったら2番激押ししてたや七7番さんって8、9、2の中に、狼がいるのに、3分の1で激押しするのはないかなと思ってた。だから1番さんの方が怪しい。ないな 1>, 1番さん、ロゴもあるのかなと思ったけど、 まあ、強人の方が高いのかなと思ってる。1番さんは2周目で、ね、1, 1、日目2周目、グレーチ、8、9、2の精査、<laughs> 狼ぶつかっちゃったらあれだからっていうので7番押した。自分からロラしてもいいっていう発言ののも,、ね、もう強靭にしか見えなかった。それ3番さん。3番さんまあ、黒出されてから狼なんだよね。普通に。いや、絶対3級狼だと思うよ。俺は。<laughs> いや、わかる。4番さん死んだから、6裏張って6白出たんでしょ。<laughs> うん。まあ、2番さんに死んもらうしかねえな、マジ。まあ、そんな黒かったか。番い、ね、俺ずっと角白作ってくれっってたも、ね、ん。うん。まあ、9番さん目線だってさ、 2、8でオオカミどっちがいるのかかわらず、霊能の機能制作とかぶっちゃけどうでもいいよね。俺って目線だったら2 9どっちかわかんなかったけど、うん、なんか9番がうう9番のプレイヤーは発言してくださいいやわかんなかこれ俺は漆黒の暗殺者。まあ8番さんが黒だったって話ですよね。うん、これで2番さんは隠し色になったと。8番さんは、 何を言ってるんだろうって話。1番さん、死んだよねって言わなかった最初出だし。え ?7 番さん死んだよねって言ったのかな ?8 番さんってのは。うん、ちょっとそこ聞き取れなかったんだけど、俺は1番さん死んだよね、やっぱりって言った後になんか1番さんの2戦目上げてったらがうすよく分かんなかった、8番さん。まあ、黒なんだけどね。うん。これ、皆さんどう何言ってるのか分かってないんだなと思って。い,ね、いや、これ分かんない。<laughs> で、まあ、 うーん、そうだね。あれ追加できないあ。あ、できた。うん、ま、あ8番さんっつって <laughs> 1> うーん、1番さん狼か。1番さん狼ってのはあるのかな <laughs> あー、でもな、いや、どっちかって分かったし一 1>, 1番さんが狼で、8番さん囲えてるから3番さんの新名を下げに行ったのか。そういうのもあるのかな。う,ん、<laughs> うーん。それか4番さん狼。 まあ4番さん狼だったら6番さんに白重ねることによって新名上げることはできる。うん、でも4番さん狼。18もあるのかなでもそれだったら8番さんって初日1投票してたっけああ、ないね。うん。やっぱり霊能は新境一占いに狼。48狼なのかなこれ。うん。8番さんやっぱ初週が黒かったね。うん。うん。 って感じかな、うん、8番さんは7番さん、新目で見るって言ったにもかかわらず、7番さんの2攻目を上げずに、7番さん、狼軸での話をしていた。うん、なのにもかかわらず、これ1番さんは。8番さん、クローディング。2番、のプレイヤーは発言してください。さいえっと、先に言っとくと、外したら申し訳ないす。ですが、僕はしっかりと、えー、その考察のプロセスを重視して、 え全力を尽くしたいと思ってます八、うん、番さんに関しては言ってることがよくわかりません。九番さんに関してはまあしっかり八四なのか八一なのかという、九の目線から考察ができてるように見えた。八一八が一としてるからという、八番さんはね、レノーの話で結局何言ってるかよくわかんないし、<laughs> なんでそんな強靭だとか人道だとか断定できるのかなっていう。<laughs> いや<ー>7が高校であれば、どっちだろうねこれ。が人なんつってなな、何言ってるのかわかんないんだよね。<laughs> 八幡さん、本当に申し訳ない。村田なは申し訳ないんだけど、これでよかっこれ投票放棄するから、もう一回ゆっくり説明してください。うん。もう一回ゆっくり説明してほしい。本当にお願いしたい。で、3、4に関しては、4番さんのね、昨日の発言はね、完全に発言稼ぎしかしてなかったんで、まあ、ほぼ8だと思ってますけどね、4番さんが発言稼ぎしかしてなかったんで、ね 一応、まあ、もう一回放棄するんで。うん、昨日、多分僕、新規、別のズリなんですけど、ね、それより2番さん残したから <laughs> なるほど。<laughs> 俺にもちょっと質問が欲しかったんですけど、2番さんは。まあ、じゃあ、俺を真に見てくれてるってことですかね。そう、八幡さんの完全に黒要素を挙げると、えっと、今日に関しては、八幡ん目線全然3強人、例えば1黒とかあるはずなんですよね。八幡ん目線4が真で、じゃあ、8に白出されたんですよね。であれば、例えば俺が強人だったら、八幡さんに黒塗り放題じゃないですか。 そういう目線がないのは盤面が見えてるから、とにかく、えっ、ー、と、んね、なんていうか考えてるアピールをして、えっと、勝ちに行くしかないんですよってとこですかね。<laughs> で、俺目線まだまだですよ。まだ4番さんが強人か人狼か分かってないけど、基本的にはやっぱり人狼かなと思ってる。最初に6番んに白出したことっていうところと、あそこでグレー釣りをしたっていう観点かなっていうところ。ただ唯一腑に落ちないのが、あそこで4番んが8番んを釣りをしたということだけですね。その1点だけ。俺はこの発言すると自分が不利になると思ってるけど、自分がちゃんと初日、2日目にいろいろ順序立てて考えてきたってことをある意味ちゃんと示すため、2番んに示すためにこの発言をしてるってとこですかね。 四番さんが強陣で一番さんが黒の可能性も全然あると思ってる。一番さんは完全にシーンを取りに来てましたよねってとこ。ただ一番さんの昨日の死に際の考察がおかしいっていうのはちゃんと拾ってほしいなと思ってますかね。まあ一番さんは別にこの時点で二戦目に見る必要ないんですけど、一番さんは昨日八番さんに死ぬほどクレを乗りしながらも、三番の方が二戦目がないかなっていうのは、あれはちょっと目線としてはやっぱり村目線じゃないというには俺は思ったんですけどねってとこかな。だから結構安心して一番さんに行けたっていう観点がありましたってとこかな。 でも死に際の話であと、なんだっけ、自分の八幡さん、じゃ人狼だと断定したんですよね。よ俺、人狼だったら、じゃあ、なんですかあんまり、初日例えば、六幡さんって死ぬほど、結構黒く見られてましたよね。あそこに俺が、じゃあ、白を出してですよ。えー、人狼だったら、あそこに黒く見られてる六幡さんに白を出しますかねっていうのは一応言っておきますね。 っていうところ、8番さんの黒要素、さっきも言った通り、えー、こんなに盤面を断定しているところですね。全然1番さ,ん番さん黒とか、7番さん黒とか、7さん黒ないですね、すいません。そういうのがあるのに、8番さんは、えー、それを断定して考えることを一切放棄しているというところですね。今日8番さんに言ってくださいでわ、ね、<laughs> かんねえ、これ。どっちだろう、これ。えー、やわ。わかんないなーのプレイヤーは。 発言してください僕死んでよかったな、まあはい、えー、っとね、白出されてから、表ょ変したの分かります二番さん。今日はもう2番さんにこれを説得しないといけない話なんでね、言っておきます。9番さん、白出されてから、えー、それで,、えーそれでえー、8番さんを釣りおそうとしたんですよ。おかしいでしょ。1番さんを残したままですよ。1番さんの精査もせずに。うん、そ,の発その行動のおかしさ。 っていうところは分かってほしいかなと思っている。いやそれも弱いな、ちょっとリードすいつ発言稼ぎしたよ。でよ、6番さん、俺、ワンチャン強人かと思ってたから、噛まれてよかったなと俺は正直思ってるんだけどね。って4の神理があるわけでもいいんだよな、うん、で,で、3番さんは俺、分からんけど、強人の線も当然あるよね。だから、当然今日はもう9番さんに行ってほしい。単体精査するなら、そ8番も黒いかもしれんけど、9番がもう狼なんだよ。分かってくれ、2番。本当に。 いやーわかんないこれはわかんねえ <laughs> 2番じゃなくてよかった8番のプレイヤーが選ばれましたうー,ムいやーほらさ人道の勝ちにせじゃんましゃにな うん。まあ、しゃあないかな、これは。難しい。僕、うん。僕だったら、僕だったらでも、まあ、三、二世軸で考えるかな、やっぱ。いや、投票もしたんだけどな。 いやーまあしゃなないな <laughs> いやーこれでも分かんなかったですからね僕は2番さんの立場だったら立山さんに入れてる可能性もありましたからねうーん4が 6噛まれてよかったは、破綻発言だと思った。うーん、まあでも、そうだな、僕、シーン決め打って2番んつってたら、うーん、どうなってたかなちょっと怖かったからな、ね、6番んもう、7番3のシーンで見てる理由も全然言ってくれなかったから。まあ、霊能者的には妥当ですかね。 まあ、そうだな一番釣りで良かった気はするなまあでもバー,ーさん上手だったねバー,ーさんが上手だったねこれはうん 言ってることはずっと間違えてなかったですからね。かな。MVP9 番さんかな。ジジ。グッドゲームジー